はい、世の中目に見えない存在を信じてない人っていうのも実際たくさんいると思います。僕もそうですね、今このチャネリングっていうのをする前でいくと、見えない目に見えない存在は基本的にはもう信じてない、科学的に証明できるものじゃないと信じたくないというような、性格でしたけども、今ではもう180度変わってしまいまして、目に見えない存在を認めるようになりました。で、じゃあ目に見えないものを信じない人は罰が当たるのかっていうことですけども、もう大元の、そうですね、人間の大元からいくと、信じる信じないっていうのはもう本当こんな小さな問題でして、そんなことはどっちでもいいんですよ。なので罰が当たるか当たらないかっていうと当たりません。なので、大事なのはそのあなたが今何のために生まれてきて、何をしたいのか、どういう経験をしに生まれてきているのかっていうのを、好きなように経験するのが、まあ、大事だと思いますので、罰が当たるかっていうのを心配しなくても大丈夫です。